昔、私の背骨のレントゲンを見てくださった方がこう言いました。アトピーなんですねって。もうアトピーが消えて7年経ってたんで、正直ね、ドキッてしました。アトピー改善点としてもうたくさんのことを研究してきました。そして背骨をね、ちゃんとすることがアトピーを根本的に改善するってことが分かったんです。それから300人の方のレントゲンを見てきました。皆さん骨がスカスカでした。そしてステロイドを使ってきた方は若い方も骨粗しょう症だったんですね。それはもうびっくりしました。日本皮膚科学会もアトピーさんがステロイドを使った場合の副作用に骨密度が低くなるって掲げてるんですね。私たちの背骨の中を通る神経が私たちの体を動かしてるんですよ。例えば心臓も筋肉も皆さんがこう良くなりたい皮膚も全部神経が正しく動いて、で初めて元気になっていくんですね。その神経を外側からディフェンスとして守ってるのが背骨なんですよ。アトピーを根本的に改善するために、その背骨が重要って分かってからはもうずっと化学的なものを全部排除して、天然素材で作られたカルシウムを飲んでもらって背骨作りをしてきました。親指とか親指の間とかほっぺにアトピーが出てる方、腸は大丈夫ですか？腸とアトピーはすごく深い関係がありますよ。腸内環境のバランスが崩れてくると便秘が起こったり下痢が起きたりしますよね。で、それを長い期間放置しておくとお尻のほっぺにまでアトピーが出てきてしまいます。便秘薬でごまかしてもダメですよ。体温が下がったり、宿便が溜まったりしてしまいます。便って体の中の老廃物を出すすごく大事な排泄の一つなんですね。もしその便通が毎日なかったら老廃物が溜まります。それは体の中にとってゴミじゃないですか。ゴミがたくさん溜まってくると溢れてきますよね。だから体をゴミ箱にしないようにしなきゃいけないわけです。このゴミが溢れてきたものがアトピーです。アトピーは溢れの病気ですから。だから毎日便通があるように繊維質のものを食べたり、運動をしっかりして便通を整えていく努力をしていきましょう。